はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、前回の続き、ナルトの一番くじですね。はい、こちらね、前回ちょっとね、カカシをご紹介させていただいたんですが、ちょっとね、気になるのがあって、ちょっとこれマスターライズなんですけれども、グランディスタ、はい、グランディスタネロ、はい、そちらのね、カカシが今あるんで、ちょっと見比べてみようかなと思いまして、はい、用意させていただきました。こちらですね。はい、じゃじゃん。はい、ちょっとね、刀身がね、やっぱりグランディスターの方が大きいですね。で、こちらはね、ネロなんで、この雷切りのエフェクトがついてます。はい。まあ、でもね、こう見比べるとね、まあ、ところどころ、やっぱりそれぞれの良し悪しっていうのが分かりますよね。顔つきはね、一応見ていきましょうか。はい、こちらがグランディスタネロですね。はい、そちらのカカシ、まあ言ったってもうカカシっていう感じのね、目つきしてますけれども、はい。で、まあこうね、雷切りを持ってる。はい、で、片やマスターライズ、はい、やっぱ全然違うね。やっぱこう見比べると全然違うよね。全く違う。まあ、スケールも違うんでね。あと額当てが違うね。木の葉のマークと忍び。まあ、でもどっちもよしや、どっちがどっちっていうなんかのはないですね。どっちもいい。はい。まあ、これは好みですよね。これを見てね、皆さんどっちがいいかね。ありますかね。はい、ということでね、では本題に行きましょう。まあ、前回お伝えした通りね、 B 賞のサスケと A 賞のナルトをね、今回は開封していきたいと思います。まずはね、 B 賞のサスケ、はい、こちらを開封したいと思います。はい、これこういう感じですね、袋は。はい、至ってシンプル。あ、もうワンパーツ構成ですね。ワンパーツ構成、それに、補助パーツがついてるってだけですね。はい、で、頭部はもう埋め込み式なんでね、まあそのため多分目のね、違いバージョンがあるっていう感じでしょうね。はい、で、こちらはね、シャリンガンとリンネガンバージョンのやつです。はい、で、こちらがね、通常顔パーツ、はい、フェイスパーツですね。一応ね、もう通常側は開封せずに、持っておきたいと思います。一応飾るのはね、やっぱりね、フィギュアがかさばっちゃうんで、決めて飾りたいんですよね。ということで、かかしはまあどちらにしろ両目シャリンガンしかないんですけれども、サスケの方はね、シャリンガンとリンネガンのバージョンの方だけ、開封してね、飾りたいと思います。はい。ということで、そちらの方を開封しましょう。はい、ではね、サスケのシャリンガン、リンネガンバージョンのフィギュアはこちらです。はい、いかがですか。ちょっと頭部にこれなんだ、油か。はい、サスケもね、この紐この結び目とかすっごいなんかリアルに作られてますね。ここの造形はすごい。で、ちゃんと背中にはね、内歯の家紋。
全体的にねちゃんとシャドウも入ってますね、服とか、うん、手の造形もいいですね、うん、まあ、肝心のお顔ですけれども、いや、いいですよ、うん、かっこいいですね。シャリンガンとリンネガン、もうリンネガンがねすごい特殊なね目なんでね、うん、これはかなり再現度は高い方じゃないですかね、うん、かっこいい。でサスケ特有の髪型ね、うん、このツンツンヘア、後ろにね集中してるツンツンヘア、うん、いや、かっこいいですね、うん、いや、これはやっぱねかっこいい。通常顔よりはやっぱりこっちの方が自分は好きですね、うん、いや、いい、はい。あとね、この今回のね一番くじのマスターライズに言えることなんですけれども、これね普通に補助パーツだけじゃ立ちにくいです、うん、必ずこけますね安定感悪い。なのでね、一応ね、こうかかしの方にはね、こうやってちゃんと台座、うん、補助的なね台座をつけてます。これによって普通に安定するようにしてます。なのでね、サスケも同じのをつけたいと思います。はい、まあ、とりあえずね次ナルトをご紹介したいと思います。はい、ナルトはね一応ねパーツが多いですね、うん、まあ一応本体にグドウ玉ですね、はい、後ろに浮遊しているグドウ玉、はい、それにね一応ねフェイスパーツなんですが、こちら段ボールに覆われてますね、うん、慎重だ。で補助パーツで国防2つに区内、はい、というねパーツが分かれてるんで、これだけなんか特別感ありますよね、ナルトだけね、はい。では早速ね組み立てちゃいたいと思います。はい、ナルト組み立て終わりました。こちらめっちゃかっこよくないナルトすげえかっこいいんだけど、なんじゃこりゃ、うわめっちゃかっこいいナルトすげえ、うわこういうね文様とかねすごいちゃんと描かれてるし、でグドウ玉もねこういうクリアパーツでこう浮かしてる感、はい、これは GEM シリーズ、はい、そちらとなんか共通してますね、はい。でこのね国防を持っている感じ、これもいいね、まあ、このフィギュア特有なのかわかんないけどね、ちょっと油ぎっしゅなんだよね、ところどころねテカテカしてるんですよ、まあ、これは多分拭けば落ちますんでね、はい。でねこうやってちゃんとね炎っぽいエフェクトがね服からこう生え出てるような感じ、それもね細かいね、うん、まあ、このね黄色っていうかオレンジの部分もね濃淡で、うん、ちょっと情報量をね増している感じありますね、うん、まあさすがにねこの状態だとまあ要は光ってる感じ、うん、なのでシャドウとかはほぼ吹かれてないです、はい、まああえてなんでしょうね、うん、こう光ってる感じだからね、こういう炎の揺らめきとかねすごいね、うん、こう動きがねちゃんとあるっていうのが素晴らしいです。いやーこれはかっこいい、めっ
ちゃ顔もねすっげえ凛々しい。いやナルトかっこいいなこれ。まあポージングはね本当、まあ原作のポージングをそのまんまイラストに、イラスト、ポージング、原作のイラストをねそのまんまポージングに落とした感じなんですけれども、まあここもね、うん、GM メガハウスのね GM シリーズと共通してるところですね、うん、いやーそれにしてもかっこいいわナルト。ほんと今ねすごいプレネついちゃってるからね、うん、どこまで上がるんだろう。ラスワンのミナトよりね高いんですよね今ね、うん、まあこの出来なら確かに人気出るのはわかる。はい、まあね、こう立たせるとねめっちゃかっこいいよね、うん、まあ、ただいかんせんほんと補助パーツがね、うん、役に立ってない感じありますね、うん、不安定、ちょっと揺れただけでねコテンって転びますね。はい、まあ、こちらにもね補助台座つけたいと思います。はい、ということでね今回はねこの A 賞と B 賞のサスケとナルトご紹介させていただきました。いやこの出来見るとねちょっとミナトもやっぱ買わなきゃって感じになるよね。ただねミナトもねやっぱ高いんだよね、うん、2万5000円以上するからおいそれと手が出ねえよな。はい、まあそれはねまあおいおいちょっと考えて買うかどうかを決めたいと思います。まあとりあえずね、うん、まあ実際自分で当てたのはカカシだけなんですけれども、サスケとナルトは購入したっていうことでね、はい、ご紹介させていただきました。最後はね回転台座に乗せてねぐるっと一体ずつね見ていきたいと思います。そちらをね見ながらお別れしたいと思います。この機会にぜひねチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録、あとね高評価コメントお待ちしております。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。